渤海渤海の衛星写真渤海は中国北部、両東半島と三東半島の間にある内海上の海域である。面積はおよそ7万8千平方キロメートル、長さは280キロメートル、平均深さは25メートル。渤海には3つの湾があり、北部が両東湾、西部が渤海湾、南部が来州湾である。東は渤海海峡を通じて、 航海に続いている。北海海峡の北部はテ鉄山水道、南部は別を島群島となっている。北海には、甲河、両河、海河、川などが注いでいる。潮の干満の差が大きい。陶器には、沿岸部を中心に海面が凍結することがあり、海上交通や漁業に影響を及ぼす。首都北京市の外交として、天津市が位置するが、北京から、 距離はあるものの海面が凍結しにくい。新興投資も商業港として近年開発が進んでいる。北海では漁業が盛んで主要な漁港は円台であるが2014年の中国メディアによると養殖業者による抗生物質投薬品大量投与により近海生物がほぼ全て耐えてしまっているという。また、声援も盛んで天津付近には著名な塩田がある。 1960年から始まった北海の油田探査により、現在では湾内とその周辺部で海底油田や天然ガス田が発見されている。2007年5月3日、中国石油天然儀集団講師は、北海湾奈高井地区において埋蔵量10億トンに達する大油田を発見したと発表。油田名は紀藤南保油田と命名された。海湾では、 2004年に5つの油田を発見年あたり100万トンの原油を生産しているという。渤海周囲の地域で寒北海経済圏を形成しているが、近年は天津や東山をはじめとする工業地帯からの排水の流入が激しく閉鎖性水域であるため、外海との出入りも少なく海洋汚染が著しい。漁業が壊滅状態になるなど環境問題が深刻化している。 698年から926年まで日本海岸にあった国家である渤海国は渤海には面していない。初代国王大祖堺が渤海沿岸の渤海軍王に封ぜられたことからこの国王となった。ありがとうございます。